リボンチャンネル。あ、先生、ミクは大丈夫なんですか？お、まさか、おいおい、参ったな。話を勝手に大きくするなよ。下校中にすれ違いざまに太ももを触られただけだ。怪我もなしだ。え、なんだ、太もも。はあ。先生は親御さんと話してくるから、お前らちゃんと自習しとけよ。なんだ、太ももでよかったじゃんな。いや、それでも十分怖いから。つーか、俺もミクちゃんの太ももなら触りてー。くー、それな、変質者羨ましいわ、ぶっちゃけ。はあんたら頭おかしいんじゃないの。いや、あんな短いスカートを触りたくもなるだろう。お前らもさ、変質者怖がってるくせに、なんでそんなスカート短いの。そんなに怖いならスラックス履けよな、神山さんみたいに。それは結局さ、男に媚び売るために履いてんだろ、スカートなんかさ。ん、説得力ねえんだよ。うわ、そんなの触られて当たり前。いや、別に今のは神山さんをバカにしたわけじゃ。スカートはあんたらみたいな男のために履いてんじゃねえよ。そうだよ、神山さんの言う通りだよ。そうよ、だいたいあんたらは。あ、ミク。やべ、聞かれてた。ミク、大丈夫なの？もう心配したよ、怖かったでしょ。もう痛いよ、キタ君。本当に怖かったんだから。今度そういうこと言ったら怒るよ。ごめん、ミクちゃん。ミク、もうみんな大げさ、たかが太ももだよ。さすがミクちゃん、優しい。どっかの男女さんとは大違いっすわ。やっぱモテるのはああいう子だよな。そうだよね。ちょっと大げさだよね、神山さん。自分が触られたわけでもないのにね。え、それでいいの？最後まで動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンやコメントも待ってるよ。リボンチャンネルは毎日更新中。毎日見るっきゃない。次の動画